ています。こんな大きなクリスマスツリーを点灯できるというのも、私には初めての経験ですので、非常に嬉しいです。クリスマスが来ると思い出す一つの物語が私にはあるんですけれども、トゥルーマン・カポーティという人が書いたクリスマスの思い出という本です。おばあちゃんとそのお孫さんと犬スウィーニーっていうのが出てくるんですけど、貧しい家族なんですけど、いつも必ずクリスマスの時期にフルーツケーキを焼いて、自分たちの周りにいる人たちに振る舞うっていう話です。クリスマスの時は、特に学生、高校生の皆さんにとってはいろんなプレゼントがもらえる可能性があって、もらえる喜びを感じる時かもしれませんけれども、ほんの少しでいいから、誰かに物をあげるんじゃなくて、何か温かい言葉や心をあげる、そんな時であってくれたら嬉しいなって思ってます。誰かに何か温かい言葉を必ず皆さんかけてください。そしたら、温かな気持ちになれますよ。それがクリスマスのとてもいいプレゼントになると思います。ぜひ心に留めてください。では、寒いのでクリスマスツリーの点灯を早めたいと思います。100秒前からでいいですか？はい、こういうのはいいですね。5秒前からいきます。最後はメリークリスマスで点灯になります。皆さん一緒に声出してくださいね。5、4、3、2、1、メリークリスマスです。参りましょう。